いけ、いやはい、どうも、クイズ研修のリザーです。手崎です。山本です。クイズを聞き一発、イエーイ。クロヒー聞き一発のクイズ王バージョンでございます。飛んだら勝ち。飛んだら勝ちじゃない？本来のルール。本来のルール。今回は飛ばした方が負けです。お、今回は鶴崎さんが回答者となりますので、樽に入ってるとしましょう。樽に入ってる。目隠しをしてあるお題を当てると。あるお題を当てる。はい、残った2人がお題に関するヒントを出していくんですけども、はい、例えばお題が富士山だとするじゃないですか。はい、横に今県がね10個あるんですけど、はい、こちらめくりますと、例えば日本一高い山であるとか、グアテマラの火山アグア山と似ている。グアテマラ富士ね、標高が富士山とめっちゃ近いことで、アグア山ねみたいな、ちょっと難しめだったりします。誰か1個選んで出題するうん、回答者が1個答えますっていうのを交互にやってって、正解させちゃった方の負けです。あー、なるほどね。ヒントは我々選べるんですね。あ、そうです。10個見てもらって、いや、わかんないでしょというのをやってください。それでは早速やっていきましょう。おいじゃあ、手崎さんは目隠しと聞こえなくするやつをやるでしょう。はい、目隠ししてもらいました。聞こえてないでしょう。まずは答えをお教えしますね。そうだね。はい、答えは、はい、宮沢賢治です。おー、これを当てさせないでください。なるほど、なるほど。でもさ、エピソードなんて無限にあるし、ね、あと宮沢賢治のエピソードって宮沢賢治っぽいんだよな。わかるわかる。ちょっとね、東北だなみたいな感じとかね。そうそうそう、独特だからね。で、門井慶喜の直木賞受賞作に登場する。あ、もうもうこれはでも銀河鉄道の父ですよ ね、 父ね。今年映画化されますからね。最近のね、小説ですからね。結構、わかっちゃうんじゃない。続いて、あー、トシという名前の妹がいた。わあ、これもね、聞いたことあるな、僕も。英傑の朝とかに出てきますよね、うん、晩年には農民に農業技術などを教える会を設立した。おー、ちょっとぽいけどね。ぽいんだけど、一人には絞れなさそうね。鉄道の信号機投資の恋模様を描いた作品を残した。絶妙ですね。ていうかこれ勉強になる。面白い。めっちゃいいヒントが多いな。こっち側も楽しいぞ。まあまあ最初なんで分かんないのがいいだろうということで、農作業みたいなのね、うん、宮崎賢治っぽさあるんでちょっと出してね。あと、まあまあ鉄道っていうワードからね、こう知らなくてもたどり着きそうだから、このちょっとなしで、これにしようかな。それでいく。ベトメを敬愛し散歩する姿を真似たようなポーズの写真が残っている。なぜそれ。音楽家みたいなのを想像してくれるんじゃないかという。なるほど、なるほど。で、エピソード自体も僕は聞いたことなかったから、まあまあそこまで有名すぎるっていうわけじゃないだろうということで、これにします。では山本さん、出してください。いきます。ベートーベンを敬愛し散歩する姿を真似たようなポーズの写真が残っている。いけ、いやうーん、ベートーベンは敬愛しね。答えます。はい、カント。残念。いや、ちょっとわかんねえよ。全然わかんないわ。カントなんだ。いや、わかんないけど、わかんないけどね。今回はセーブ。全くわかんない。よし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 。はい、ということで、ちなみにあの宮沢賢治の写真って言えば、なんか歩いてる漢字の人の字みたいな歩き方してるやつ、はい、はいはいはい、あれが実はベートーベンの同じポーズをしているという。あ、そうなんだ。本当友情をかたどってるもんかと。でもあれですね、推理通り日本人であることもバレてない。そうですね。よし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 。正直俺、うん、ここで鶴崎が音楽家の名前を答えたら、うん、このね、作品にタイタニックを沈没事件を取り入れた、これを出そうと思ってたんですけど、うんうん、曖昧なうちに打てるやつを狙いたいなと思います。また外国人だと思ってる、うん、だからこのヤギ映像のやつとかはあんまり使いたくない。そうだね。それでいくと、小学生の時は一応集めるのが好きで石こたをされていたとか、地元の川岸の一部をイギリス海岸と命名したとかは日本っぽいので、この辺りも全部ない。鉄道の信号機同士の恋模様を描いた作品の場所、これはある。でも、こっちの方が何の職業の人かがあんまり分かんないと思うんだよね。なので、これはちょっと狙いかなと思うんで、こっちにします。よし。押しましょう。もういい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 。刺すよ。OK! いきます。晩年には農民に農業技術などを教える会を設立した。えいだー。なんだこの会。農業技術者じゃないと見たね。ほう、なるほど。晩年にはだからね、農業技術に詳しいし、ベートーベンを敬愛し、写真が残ってる中の写真が残ってる時代の人なんてな、これちょっと見落としてたわ。答えます。おい、川端康成。残念。
ベイザーさんセーフでございます。セーフ、危ねえ。やってみると分かるけど、めっちゃ黒ひげ危機一髪っぽいな。急にポロッと正解言う可能性ある。そう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 、ね、このドキドキ感めっちゃ黒ひげだ。一旦乗り切った。さすがだね。さすがだよ。鶴崎、さすがだね。急に日本人か。ぐいっと迫ったから、これ山本相当やりづらいぞ。ジャンル、日本の文豪みたいな、ここまで迫ってるから。すごいな、これは。結構やばいね。となった時に、もう、ちょっとこれ。いや、映像。か、やっぱこれだよね。やっぱベジタリアンになろうとしたが、言い訳に負けてワイルド食べてしまった。なんか年代的に、もうちょっと最近の人をイメージしてくれるんじゃないかな。あー、なるほどね。それなの。これカズマ。あー、石っ子か。これって逆転のカズマの可能性あるよ。おじゃる丸世界一に入る可能性あるよ。確かに、フィクションだと思わせればいいのか。やべ、変なヒント与えた。そうだわ。だからやっぱ、これって嘘っぽいから。架空の出来事みたいな感じするので。そうだね。これにしようかな。なるほど。うん。行くぜ。はい。ベジタリアンになろうとしたが、誘惑に負けてマグロを食べてしまった。おー。いけジャコマグロを食べるなぁ。なんだこれは。でもマグロ食べるってことはやっぱ日本人なんじゃないかなっていう説だって。肉じゃなくてマグロを食べたんだもんね。誘惑に負けてベジタリアンになろうとしたら誘惑に負ける、こういう誘惑に負ける系のエピソードで文学者にありがちな。答えます。はい。夏目漱石。ダメー。夏目漱石もっと意志固いかな。やっぱりもうちょっと意志の弱そうな人を選ぶべきだったかな。ヤマさんセーフでございました。いやここギリギリの勝負してるぞ。もうやばいよ。やっぱこのゲーム積み重ねが大事なんだよな。鶴崎がこうかなって思ってるやつに寄り添ってあげるのが大事だな。うんうんうん。今学者と意志の弱い文学者、うんうん、で借金してる系で太宰とか、そうだね、の線がまだ残ってるから、うん、そう思わせるようなヒントで安易に誘導したい。意志っ子かイギリス海岸、この2択。いいですか。トシという名前の妹がいた。おい、ダメ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 。いいですか。英傑の朝だから。ちなみに僕はこれどっちも知ってたよ。おお、来るな。となるとガゼンヤギ映像。ガゼンヤギ映像なんだな。ヤギ映像無色透明だからヤギ映像にするか。これで行こう。よし、行くぜ。どうぞ。小学3年生の時の担任の先生の名前は八木映像。すごいグワーなんだこれ。なんだこれ。知らないよ。小学校の時になんかエピソードがあんのかな。答えます。おい、はい、ではお願いします。三島由紀夫。残念。おードキドキしますね。分かんないからとりあえず3が入ってるね。ああなるほど、ね、野口英世と迷ったんだけど、野口英世だったら万年ガーナにいるから、おうこれないかなと思って。セーフでしたね。あぶね。うわ、ほぼ誘導の方向としては狙った通りだったよ。いやでもな、三島由紀夫。ちょっとびっくりしてね。来たから。俺は焦った。ちなみにですね、八木映像先生が童話とか民話の読み聞かせをしてくれて感動したということで、うん、後の作品作りの源になっているとされている方でございました。なんかそんなエピソードがあったのは覚えてるけど、この出方は全くわからない。やばいよ、野口英世って言ってたから、野口英世に寄せるっていう手はあるよね。そうだね。え、しっこか。しっこでいく。しっこ知ってたよな。でもさ、知ってた。本当に知ってたんだよね。妹の名前は、親族の名前がさ、二文字カタカナで野口英世有名だよ。シカね。シカさん、犬さん、サイさんとかね。アバウトに覚えてたら誘導の可能性あるよ。いやでも、トシは有名なんだな。かなり有名だよ。誰とでも結びつきそうな、これね。あ、まあ、記憶違いとかはありそうな。大体にくりすると作品って言っちゃってるのか、うん、そう、作品って言うとやっぱもう日本の文豪の雰囲気を感じ取っているから、ね、これがかなりストレートかなっていうね。え、じゃあ行こう。おい、知らないでがあってくれ。これにします。頼む。乗り越えたらでかいぞ。乗り越えたらでかい。行きます。小学生の時は石を集めるのが好きで、石っ子とあだ名されていた。石っ子。いけー。うわー、頼む。いやこれ知らないな。答えます。お、どうぞ。野口英世。残念。ないと。よし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 、お見事。やっぱ野口英世が捨てられなかったね。よかったよかった。狙い通りだ。逆にもう俺は野口英世作戦はできないから、うん、もう多分この後文学者で来ると。となるとやっぱ別の文学者に誘導するってことだな。
それでいくと、多分文学者誘導はこの2つだと思うんだけど、どっちかで行った時に、信号機同士の恋模様は、ちょっとやっぱ鉄道がね、あまりにも銀河鉄道の夜を想起させると思うんだよ。これかな、タイタニック号沈没事件を取り入れた。ちょっとやっぱ豪華客船のイメージと、あの宮沢賢治の素朴なイメージというのはかけ離れてるんで、これかなと思います。行くぜ。はい。作品にタイタニック号沈没事件を取り入れた。くさ。いやー、作品に作品にっていうことはやっぱり文学者とか音楽家とかその辺じゃん。タイタニック号沈没事件ってことを取り入れたってことは1912年より後の人で、なんか明治大正の感じはするよな。でも海外事情にも詳しい人かな。答えます。どうぞ。森鴎外。残念。意外と当たんないね。意外と当たんないもんだね。いや、もう難しいね、うん、難しいもんだね。海外事情に詳しそうかなって、うん、まあ留学もしてた。でも1912年はちょっと遅すぎるかな。シャ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 、もう狙い通り狙い通りすごいよ。結構俺たちが思った通りに踊ってくれますね、この海賊は。そうだね。ちなみに補足しますと、タイタニックっていう言葉も使ってる作品もありますし、銀河鉄道の夜にもタイタニックを思わせる描写が登場してます。いや、そうでした、うん。僕が今狙ってんのはこれよね。門井義信の直木賞受賞作に登場する。マジでダイレクトなのタイトルが。めっちゃダイレクトだけど、他の情報と結びつきづらいと思ってて、うん、キス海岸とかは地元っていうから、まあなんかね、岩手とかとかこう結びつくと、うん、で、都市という名前の妹がいた、これも、まあ、英傑の朝というシーン出てくるというエピソードあると、うん、で、今この文学の頭の中で鉄道ってきたら、もうこれは行っちゃうだろうと思って、これ行っちゃうね。で、門井義信さんの直木賞受賞作、あ、なんだっけってなるしかないんじゃないかなと思うわけよ。本当に？なるほど、知らないことにかけるしかないと。他のは推理にされちゃう。そう、行こう、勝負だ。これ乗り越えたらもう無理だよ。もう無理だから。そうだね、一番可能性低いと思う。鶴崎東大王で直木賞、芥川賞の受賞作答えるやつ全部やってたんだよ。それはやってないから、3問だけ。まあまあまあ、いや、忘れるから、人間忘れるんです。人は忘れる生き物です。いきましょう。はい、いきますね。3秒でお答えください。なんで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 。門井義信の直木賞受賞作に登場する。門井義信の直木賞受賞作に登場する。いやー、なんだっけこれ。じゃないって。もしもし、あるぞ。あるぞ、あるぞ。なんだっけ。ちょっと忘れちゃったこれ。うわー、ちょっと待ってよ。よし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 。目回る。それはそう。自分のせい。勝手にやっとる。もう一回押さえないと直木賞。答えます。では答えをどうぞ。宮沢賢治。正解だ。いや、銀河鉄道父ってありましたね。おお、よっしゃよっしゃ。いや、マジギリギリの勝負だったな。いけたと思ったけどね。他のヒントは何だったんですか。地元の川岸の一部をイギリス海岸と。え、むずっ。わー、俺だ。じゃあまだ俺一巡助かってた可能性があった。あ、そうなんだ。ね、もうそこっちにしてくれなかった。そうだね、分かんなかったわ、知らなかった。よかった。都市という名前の。ああ、なんかありましたね。はいはいはい、鉄道の信号機同士の恋模様を描いた作品を残した。え、知らないこれ。何これ。これ知らないんだけど、鉄道と文学で出ちゃいそう。出ちゃいそう。で、これはもうみんな即ギリしてる。確かに。なるほどね。よっしゃ、ギリナイス。おもれー。で、優勝は伊沢さんです。やったー。マジでギリギリだった。ちょっと実質鶴崎王みたいな。確かに。人の夢は終わらねえ。ちょっと黒ひげね。黒ひげ。すみません、ワンピース僕7話までしか読んでない。一巻。今日は黒ひげ一発やってきましたけれども、はい、こんな感じで皆さんどれで分かったかとかですね、ぜひ教えていただければと思います。チャンネル登録、高評価、ツイッターのチャンネル、絶対楽しくです。さよなら。さよなら。終わらねえ。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、通知のオンもよろしくお願いします。概要欄に Twitter や LINE のアカウントもあるので、ぜひチェックしてね。それでは次の動画でお会いしましょう。